まれはロシア、舞台は東京、ピロシキーズです。はい、今回は何をやるかというと、とうとうこんなタピオカなるものに心を売るようになったのか。臨場しすぎちゃう、ちょっと。もうだってみんながタピオカタピオカやってるから、もうタピオカやるしかねえなこれはと思って。でも今回はタピオカ飲むだけじゃないのよ。飲むだけじゃないの？じゃないの。何すんの？もう女としてちょっとあのプライドがあって負けられないことがあって。それは何やろ、こうオカマとしてもここも負けられない感じになりそう。そうだね。あ、じゃあ俺の勝ちや。ちょっと待って、まだ絶対女には何事も負けんように決めてんねん。今回はバキュームがどちらの方が強いかっていう。そんなん。いやいや、俺に決まってるやん。大丈夫？なんか詰まった。詰まった。喉始めや。今回はストローを用意して、めちゃくちゃ長いストローを。どんなストロー？もう超長いやつ。あ、あれ？それ。痛えな。で、これをまあ伸ばしていって、最終的にあの、まあ、ビルの上から捨てたらいいなっていう。じゃあつまりタピオカのドリンクを何メートルまで吸えるかっていう、あげることができるかどうかこと。やめ。じゃあ早速検証していきたいと思います。はい、それではこの 1.5 やったっけ、 1.5 メートルのストローで、シコシコしないの、シコシコせんとやめな、ちゃんとちゃんと立たせた状態でやって。あ、でもこれいけるんちゃう、触ったな今、指突っ込んだな。お前口吸うところ、やめろや。はい、このような形。ちょっと待って、どこにある、吸ってんのこれ、吸ってる。ちょっとやめろ、喋かけんといてくれ。はい、あ、来た、あれあれ、ちょっと待って、これきつい、もっとよ。あ、来た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 来てんだよ、ほらキモ。クリアしました。飲みました。もうこれ入れた瞬間にいけるかどうかわかるかな。いけるタイプ、これ。いくで。ほら、注目。早っ、こいつ。こいつって言っちゃったけど。見えた？はい。まあ、そんなこんなで余裕の優子すぎる。余裕の優介。てか、大丈夫なの？結構高いよね。高すぎると。今ちょっとあれじゃん、怪しいんちゃうかな。あ、シコシコしてんの、はい、はい、はいはいはい。ちょっと待って、シコシコ言うな。来た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 、ここの辺や、この辺や、この辺やね、今この辺。まだまだ1メートル地点やね。あ、下がり始めた、下がり始めた。どこや。ちょっと待って、足りないんじゃないの。足りる足りる、全然まだ、ね、全部が入らない。余裕すぎるで、タピオカのせいにしない、自分で吸えてないやん。バキュームが足らへん。来てんで、来てる来てる来てる、すっごいダマになってきてんだ、ほら。あっ、もしかしたら、もしかしたら、うるせーな、お前。いった。じゃあ行くで。ちょっと待ってや。はい。はい。おおお。入ったね。余裕すぎんな。長い。お付き合い。京都銀行。この角度は初めてやで、あんた。このか。私もここから撮られるのは初めて。あ、そうじゃない。絶対無理やろ、あんたは無理やわ。せえな。吸ってみ、吸ってみ。
お。あのね、10センチぐらいを行ったり来たりしてるで。ここや。顔がすごいで。もう無理や。無理や、だって自分の顔すごいことなってんだよ。なんか嫌ねん、ちゅうねん。最後行くで。うん。なんかこうやってさ、全然行かへん、行かへんって言ってんのにさ、しぶとくしぶとく何度も行かそうとしてくる女。そういうのおんねん。もう行かへんって言ってんのに。もう無理やって、だから。すごいとこまで行ってない。この辺ぐらいまでしか来てないし。やめろ。なんでやめんねん、何のためのカメラやねん。いや無理、もうここで止まってんねんもん。もう往生際悪すぎ。往生際悪。できそうなのに、ちょっと待って。全然諦めへんねんけど、ほんま。もうね、無理ちょっと頑張るから、ちゃんと応援してよ。自分が痛かったからって応援せえへんのあかんで、気持ち伝わるから。あんたも応援してくれへんかったやないかい。はい、すいまーす。無視するんかい。さて、フラちゃん吸えるかどうか。なんか少しずつ上がっている。あー、それ以上行かない。それ、あー、いった。あー、行く。あー、ちょっと待って。あ、下がり始めた。あ、でも、あー、ちょっと頑張って。吸って。落ちてるから、落ちてください。頑張れ。ちょっとフラちゃん、行っちゃって。下しっかり刺さってる。行っちゃって。せーの。ちょっと待って。鼻から漏れるって。来た。よし。行け。フラちゃん、ここ。あ、行きそう。あ、また下がる。あ、やったー。もう無理よ。さて、おかげさまでも、これで、ね、俺はやっぱりアレちゃんよりもバキュームは優れてるっていうこと。諦めるか、じゃあ。ちょっともう一回さ、やらせろよ。いくわい。はい。どうだね、世界最高峰のバキューマーの前にして、あんたはそれを超えることができるのか。カエルの顔のようにブク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 動かしながら。ブクブク言うな。今いいとこ行ったのに。お、来てる。ほら、ピオカの軍団がこの辺にいっぱい。ほら。なんでやねん、ね、みんな無言でね、通り過ぎて、明らかに何かしら思ってることはあるんだろうけども。触れていいのか。そうでしょうね。もう誰しもがもう無理なんじゃないかという顔で見てるけど、やっぱり男と女で違うんじゃない、肺活量みたいなものも。起きてきた。もう無理や。残念。もう無理。お疲れんぼ。どう？参りました。ひざまずくかね。ひざまずかねえよ。でもどうだった？世界ナンバーワンのバキューマーや。バキューマー、うん、それで打っていく、これからバキューマーとして。
じゃあ行くじゃあ、うん、でもそれさ、夜のお仕事しか来なさそうだから、うん、ちょっとそれダメだね、ま、もし何か使っていただけるんであればそれでもいいけどね、俺は。あ、いいの？うん、全然。で、どうだったの？あのね、感想は終わった瞬間に霧の中にいるみたいな感じ、ふわふわしてる、あれ以上俺吸ったら倒れるんだなっていうなんかそういう感じだったから、だから絶対に、結構ギリギリだったの？絶対真似しちゃダメ、もうね、窒息窒息状態だった。うん、タピオカで窒息したらそれはそれでまたなんか世界ナンバーワンの死因の原因にもなりそうだし。いや、でもすごい。テレビでやってるのを見た。テレビでやってるのはあのやつが2m、今日もの記録を更新させていただいた。これはすごい、まあ、そのような人生を送っておりますので、今日ギネスの人呼べばよかったの。何て、もう一回言って。ギネスの人呼べばよかったの。呼べばよかったの。以上でございます